卒業生の皆さんなら必ずや自らを律し他の人と協調しながらその生涯を切り開いてくれるものと固く信じています。頑張ってください。皆さんは本校の人間性豊かな愛情あふれる教育を通して和の心を学ばれました。この和の心を真髄として皆さんには利他的行動のできる人になってほしいと思います。朝起きてびっくりすることでございました。真っ白な雪が本当に境内一面を覆い隠しておったことをびっくりすることでございました。北海道の方では高校の卒業式が延期になったところもあるようでございますが、皆様におかれましては無事めでたく卒業式を迎えられたこと、本当に心からお祝い申し上げることでございます。どうか笑顔の連鎖を絶やさずに、あなたの道をあなた自身で彩り歩んでいってください。私たちはどんな時もあなたの本気の応援団です。今日のあなたに心からありがとう、そして卒業おめでとうございます。今先輩方は夢と希望を胸に抱き新しい世界へ羽ばたこうとしています。それぞれの進む道には困難も待ち受けているかもしれません。しかし部活動や聖徳祭で発揮された力、聖徳で学ばれたことを礎に自信を持って邁進していってください。私の高校生活を語るとき、生徒会との出会いは明かすことはできません。高校生活の3分の2を生徒会役員として過ごした日々があったからこそ今の私があるのだと言えます。私は2年生の後期に生徒会長に立候補したとき、生徒会という組織をもっと学校のために活動ができるものとしたいと考えました。1年生から役員として活動する先輩たちを見て学び、2年生の前期には副会長として会長を支えようと努力し、いざ自分が会長に立候補するときに出した結論がそれです。先生たちから言われたことをするだけでなく、自分たちで代議員会を動かすこと、聖徳祭を生徒会主催にすること、スクールライフや壁新聞を発行することなどなど、積極的にアイデアを出し、それに対して全力で挑戦してきたつもりです。そんな中で少しでも生徒会を変えることができたと自負できるようになりました。そして生徒会以上に私自身が変わっていくことができたと感じています。もちろん全てが順調に進んだわけではなく、失敗もあり挫折しそうな時もありました。ですが私の周りには生徒会の仲間がいました。美術部の顧問でいつも怖い顔をして、最初は話もできなかったけど本当は気にしてくれてすごく優しい遠藤先生、先生は本物のツンデレだと思います。でも今ではおかしいけど優しいお母さんみたいに感じます。いつも笑っていればいいのに。先生に名前を呼んでもらうまで1年もかかりましたけど、本当にお世話になりました。ありがとうございます。そしてもう一人、私を3年間担任してくれた野党先生。この学校の受験に来た時、私の席の目の前に立った大きな人が先生です。実際には普通のサイズなのに爪楊枝みたいに持ってる鉛筆が見えました。中学生だった私にはどれほど恐ろしく見えたことか。まさかその人に3年間お世話になるなんて。そんな第一印象とは違って、実際は優しくてフレンドリーで、なぜか関西弁交じりの先生、一番近くで思っていてくれました。たくさん相談にも乗ってくれました。先生には言葉では言い尽くせないほど感謝しています。
式の場を設けてくださった先生方をはじめ、多くの方々、ありがとうございます。この答辞を一緒になって考えてくれた鈴木先生、ありがとう。今まで育ててくれたお父さん、お母さん、ありがとう。これからもよろしくお願いします。後輩の皆さん、残りの高校生活、悔いのないように頑張ってください。そして、一緒に卒業する3組のみんな、卒業生のみんな、胸を張って今日旅立ちましょう。もう一度、ここで出会ったすべての人に、感謝の言葉を伝えて答辞とします。ありがとうございました。先生、なんとか卒業できました。あなたは2年間どんな時もクラスを担任を見守り支え、大きな愛情で包み育ててくれました。大空のように広い心と太陽のように温かい心に包まれ、私はとても幸せ者でした。ここにありがとういっぱいを込めて感謝状を送ります。3年普通科4組担任赤塚。僕もこれで君らと一緒で卒業という形になりますので、まあ、来年度からはまだ分かりませんが、非常勤で残るかもしれないよというような状況ですので、まあ、とりあえず一つの締めくくりという形で君たちと一緒に卒業をします。私たちのために全力で悩んで、怒って泣いて笑って、そして励ましてくれた先生、私たちは先生の最後の卒業生になれたことを誇りに思っています。これからもずっとずっと私たち卒業生の最強の応援団長でいてください。感謝の気持ちを込めて卒業証書を送ります。平成28年3月1日赤塚学級最後の卒業生、3年普通科4組生徒一同、ありがとう。どうもありがとう、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっけー、いい声やな。レイ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな顔